はい、本日は3本勝負の3本目、ピッチャーヒロト、バッターユーポン、ピッチャーユーポン、バッターヒロトでやっていきます。果たして勝つのはどちら。はい、どうもヒロトです。そしてどうもユーポンです。はい、お願いします。本日は3本勝負の3本目です。はい、ピッチャー私のバッターユーポン、はい、ピッチャーユーポンのバッター私、おー、はい、をやるとということで4打席やっていきたいと思います。4打席、はい、ヒット多く打った方が勝ちということで。なるほどなるほど、はい、早速やっていきたいと思います。お、わー、いいボールだ。はい、ツン、おお。セカンドゴロやな。カットできんかった。マシンなかった。セカンドゴロでした。カットしようとしたらマシンなかった。おーっ、おーっ、おーっ。なんだこれ、なんだこれ。ショートフライ。あれ、クリッチ渡したボールは？危ねえな。危ねえ。先っぽちょっと開いた。あ、そっか。なんか1打席目より中全然シュートしてる。3-0です。ヒット押してえな。なんだよ、変化球全く入らんよ、お前。早い。全部抜けれんだよ。なんか早いんだよな。ネクストやるから、ネクスト。ネクスト、ネクストいるから24番が。できんかった。そう、いや、あそこはもうクーポン、クーポン、そこはカットしないと無理です。あ、お疲れした。あ、お疲れした。記録4-0ということで。いやー、まっすぐな伸びてましたね。だいぶホップ成分強くて。おー、そう、なんか前はなんかもっと棒玉だったイメージあるんですけど、今はなんかだいぶ伸びるようになってます。マジですか。マジです。まあ結構鍛えてるんで、僕は。ありがとうございます。
はい、あれとも想像してきた。あとはラガーズで結構投げさせてるんで、あとは変化球ですね。そうですね、変化球が多分決まれば多分いいピッチャーだと思います。そうですね、ありがとうございました。じゃあ次交代ですね。はい、始まるね、もう始まるよと思った。勝利、ユーポンの勝利。ごめん、いいぞユーポン。いいでしょ。押したんじゃないこれ。セカンドぐらいです。残念でした。残念でした。お前何やってんだよ。このヘッドランツースイングで変わるか。うわトライ。お前ダメだな。あそこのカーブ苦手なの。あ、どうぞ。あ、おかん。あ、あ、ショートゴロ。ショートゴロ。え、終わり？いや、3打席。次4。ラスト打席。ボール。ヒットやな、ヘッドラン使っちゃったからな。ヘッドラン、やっぱ最強。打ちました。ヘッドラン関係ねえぞ。打ちましたということで、はい、勝負してきました、はい、バッティングの方はどうでしたか。4-0ですね。はい、で自分が4-1でした。あーということは工藤さんの勝ちですね。はい、勝ちです。2勝1敗で、はい、工藤さんの勝ちということで、勝ちです。なるほど。ということは、はい、罰ゲーム、はい、何ですか。大食い。大食い、そういえばそうだったね、はい、大食い一緒に行きましょう。まあ、なんかのタイミングで行きましょう。はい、ではチャンネルの方をチャンネル登録してご視聴の方をお願いいたします。お願いします。はい、まあ、本当に最近ヘッドランバット使って、ね、練習して、まあ、詰まってもどんなんで。でもヘッドラン関係ないでしょ、あれだ。どねっこだったからね。でもね、ヘッドランのおかげでした、はい、なるほど。はい、というわけで、はい、本日の動画は以上となります。はい、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。それでは、ありがとうございました。カット。よし。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あしょーイエーイ。いけいけいけ、そう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 。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。